どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、タウンホール7の方必見。援軍でドラゴンが、結構ドラゴン入ってますよね。援軍で弱いんですけどもね、援軍で入ってくると、その援軍で入ってきたドラゴンをもう簡単にコストをですね使わずに簡単に処理する方法をですねご紹介していきたいと思います。ですね、やっぱりその援軍処理に手こずると、もうウィズでこう処理しようと思ってウィズを数体出したらこうドラゴンで焼かれてしまうっていう経験、やっぱ一度はあるんじゃないでしょうかね。そんなことなく超簡単に、さらにコストも低く処理するという方法ですね、見てきたと思います。早速見ていきましょう。はい、どうも、そしてですね、今回のその話題提供をしてくれた方はですね、Twitter ではるなさんという方が、ツイートをしておられまして、そちらをですね私がダイレクトメッセージで紹介してくださいいですかみたいなことをですね聞いたら、もう快諾してくださいまして、ありがとうございます。非常にためになると思うので紹介していきたいと思います。はい、こちらからは全てはるなさんのスクショになってしまうんですけれども、まずですね、援軍を釣りますよね。ホグライダーであったり、釣って、ドラゴンを端に寄せると。端に寄せて、まだウィザードは出さない状態ですね。これは出さない。で、端に寄せた状態で、バーバリアンを1体投入するんです。そしたらバーバリアンを投入すると、ドラゴンはバーバリアンを攻撃しますよね。はい、そうすると、ことによってドラゴンはこっちを向きます。そうしたところで、バーバリアンを攻撃し始めた段階で、バーバリアンをもう一度投入します。要するにですね、もうドラゴンでずっとバーバリアンを攻撃させ続けて、後ろからウィザードで攻撃するっていう感じですね。もう一度おさらいというか、言いますと、端に釣ります。そしてバーバリアンを1体真下に投入します。その、バーバリアンを攻撃している最中にウィザードで攻撃します。そして、そのバーバリアンをね1体攻撃し終わって殺してしまったらウィザードに向かってしまうので、それを避けるために、バーバリアンを攻撃し始めた段階で、バーバリアンをもう1体出すということですね。こうありまして、バーバリアンを1体出すと。そうするとドラゴンはこっちを向きます。はい、そうしたところで、ウィザードがどんどん攻撃してくれてますね、この段階で。そして、先ほどのバーバリアンが死にました。死んだ時に、もう一体、ドラゴンの真下に、これ嫌がらせですね、これ。ドラゴンさんかわいそうでございます。はい、そして真下にバーバリアンをもう一体投入します。すると、バーバリアンはまたね、こっちに、バーバリアンはこう行くわけですよ。そしたらドラゴンは先ほどのこの画像のように、追いかけるわけです。そして、ウィザードでもう、ドラゴンさんはもうお亡くなりになられるということで、もうコストが非常にかからない。時間をかければウィザード1体でもいいですし、もうバーバリアン、その場合だとバーバリアンが6体ぐらい必要になるんでしょうかね、時間的に。はい、もう本当にもう強いというか、この方法はいいですね。はい、詳しくはですね、詳しくはというか、私が今した、はるなさんがそのツイートしていたことを私が今言っただけなので、でもはるなさんのアカウントをぜひご覧になってみてください。非常に、これは非常にためになると思いました。ですね、援軍で、結構ツイッターとかで質問されるのが、援軍でその何を入れた方がいいのかと。ドラゴンを入れた方が強いのかって結構質問くるんですけれども、ドラゴンは本当にこういう感じで、もう普通に処理できてしまいますし、もうあわよくばそのアーチャー20体ぐらいで囲めば、もうすぐ処理できてしまうので、やはり援軍はウィザードがいいですね。やはりどのリーグというか、その層でもやっぱりウィザードがいいのかなと思います。ということで今回は、簡単にできるタウンホール7の方必見でございます。もうドラゴンで悩まされているそこのあなた、ぜひこの方法で処理してみてください。ご視聴ありがとうございました。